会は、戦祭り今川川において、全勢力唯一の戦国のニコス武力8ユニ。ノーマル包丁高広が強すぎるというお話やよ。辛抱できず前に出たね。今川サイドのレギュレーションは弓ダメージ上昇、地雷戦国の武力1上昇、全カード唯一の戦国のニコス武力8弓兵のノーマル北条高弘を期待用するだけで各兵に強くなるしとバッチリ加工で立場の苦しかったノーマルフル1ヒーローも輝けるね。どれくらい鮮やかはこの開幕だけ見てもわかると思うよ。目覚めよ天下の義士たちよ。かかれ。俺を超えてくるとはな。出ろ出ろ出ろ。流派発動。一の方こんなバカな。遅い。かかれ。こんな感じで相手のウォームプラス式3を内乱一発で抑えられるほど白兵能力を高めることができるよ。今回の今川側おすすめ構築はこれ。織田側が戦国の知力プラス3されるからノーマル現行エタンの追加効果対象に取れる部隊が多くて通りがええよ。トンボ切りの速さについてこられるか。かかれ。発動。一の方。戦うのも楽しいぞ。死ななきゃ勝ちよ。流派発動。三の方。くそ、こんな馬鹿に切られる時が来たか。ほら行くぜ。目覚めよ天下の義士たちよ。
かれ。遅い。出ろ。死ね。俺を超えてくるとはな。勝敗確定場面ではあるけど、千祭りは白ゲージボーナスがあるから、ここは落城を狙って流派計略を使っていくよ。出てこなきゃやられることはなかったのにな。未熟者め。死ぬ。戦うのも楽しいぞ。今回は参戦あるよ。2試合目がかなり白熱した内容やから、ぜひ見てってほしいな。2試合目のお相手は極めし物持ちのランカーさん。デッキもこのレギュレーションで強いとされとる風間と池田戦を採用したわらで、勝てるとしたら出力勝負できる画面をどこかで作れるかって感じやな。貴様、名を名乗る。よく来ましたね。死ね。死ね。見つかってしまうだ。死ね。まだ闇夜は続く。流派発動。一の方流派発動。一の方発射。俺の策は人は違う。戦機解放。
れ。発射。うはははは。戦うのも楽しいぞ。死ねべし。報復の時。もう飛べんか。死ね。死ね。主に侍、敵を斬る。死ね。かかれ。あなたの大事なものは私が守ってみせる。本懐なり。なあ、だって動けよ。死ね。発射。やれ。かかれ。発射。流派発動。身の肩。勝利にて償うべし。発射。くそ、こんな雑魚に。もう飛べんか。かかれ。まだ闇夜は続く。ここに解放しよう。落ちよ、落ちよ、落ちよ。この間だな。あなたの大事なものは私が守ってみせる。戦うのも楽しいぞ。死ね。発射。流派発動。三の方。死ね。雑魚がうじゃうじゃ固まりやがってよ。切られる時が来たか。死ね。地獄がお前を呼んでいるぞ。死ね。本懐なり。もう飛べんか。なあ、だって動ける。死ね。戦うのも楽しいぞ。貴様。発射。
我が策の中で朽ちてゆけ。まだ闇を手洗い歓迎ね。もう一人働きするか。縄文と内乱は止まってギリギリ勝利。戦国の知力プラス3される小田川は知力依存の高い風間が強いね。3戦目は超知力と化した天下フルデッキを相手。一瞬で向上ゲージが溜まるから主将のワンスルーエンジンになりそうやね。放て！見つかってしもうた。名を名乗れ。うっきゃー。主軸もめ。うっきゃー。くそ、こんなバカに。主軸もめ。俺の首はやらん。このデッキこんな感じで少々ミスしても開幕は打ち勝つから、コスト比武力高めの戦国の弓兵2枚採用は今川側おすすめやね。流派発動。一の方だな。戦うのも楽しいぞ。死ね。切られる時が来たか。俺の首はやらん。わかれ。この俺が月はあっちにあんのかよ。まだ死ねな。未熟者め。戦うのも楽しいぞ。流派発動。二の方面白くなってきたな。ここのダメージの売り方はよくない。流派発動。三の方報復の時。放て！放て！
俺たちで新たな世を作るのだ。主に侍、敵を斬る。首はやらん。隙はあっちにあんのかよ。まだ死ねな。ご視聴ありがとうございました。少しでも皆さんの戦祭りのデッキ構築の参考になれば何よりだよ。